今回は8月18日に発売されたガチャ、ちいかは一緒に頑張ろうダンボールウォッチ2のガチャを回してきたので紹介します。ダンボールウォッチのラインナップです。左からちいかはうさぎ、ハチワレ、シーサー、モモンガの以上全5種で1回500円となっています。まず初めに出たのはこちらです。はい、黄色いカプセルになります。まず1回目、カプセルの中に入ってたのはウサギでした。武器、棒と書かれた段ボール箱のテーブルの上でお絵かき中です。長い耳が見えるから多分ね、自画像を描いてるのかなと思うんですけども、ちょっと怖いイラストになってますね。この武器棒っていうのはウサギが討伐に使っている武器になってて、両端から何か出る危ない武器です。そして段ボール箱の前に窓があって、ここに時計がついてます。デジタルの時計になってて、これはちゃんと時間を合わせることができます。日付と時間を表示させることができます。日付と時刻の設定はそこにあるボタンですることができます。そして次出たのは、はい、オレンジのカプセルです。オレンジのカプセルの中に入ってたのは、はい、こちらシーサーです。特保のマークとウーロンと書かれた段ボール箱の上でお酒の勉強中です。シーサーってなんか普段もうちょっと黄色いんですけど、今回のこのダンボールウォッチのシーサーはだいぶね、白っぽいシーサーになってます。では次3つ目出たのはこちらです。いきなりもうかぶりました。シーサー2体目ですね。はい、後ろ置いときましょう。そして3つ目出たのはこちらです。はい、またかぶりね。これは黄色のカプセルなんでウサギです。ウサギかぶりました。1回500円するんでね、かぶり結構痛いです。はい、そして次5回目出たのは、はい、紫のカプセル。自分が狙ってるキャラがね、全然今回出ないですね。はい、紫のカプセルから出てきたのはこちらです。モモンガです。モモンガも今回のダンボールウォッチで初めて登場したキャラクターになります。ふりかけと書かれた段ボール箱の上で無限白米を食べてるモモンガです。ふりかけの段ボールはあるけど、ふりかけはないようで白米を食べてますね。段ボール箱にはひよこのイラストが入ってます。卵のふりかけなんですね。モモンガは尻尾が大きくて立派です。もこもこした感じもちゃんと表現されてます。5回目はモモンガでした。はい、では次6回目出たのはこちらです。はい、新しい色出ました。これは赤色ってことは、ついに推しのキャラクターであるちいかわがようやく登場です。レモン箱の上でレモンにシール貼りの仕事をしているちいかわです。このシーンはね、漫画に出てくるシーンなんですけれども、最近ね出たね、ちいかわと一緒っていうゲームの中でもこのシール貼りのミニゲームが存在します。
ようやくね、今回のダンボールウォッチの中で一番欲しかったキャラが出ました、はい、6回目にしてようやくです。大変、はい、これはね、もう狙う気なくて もうコンプするしかないっていうところまで来てます。はい、では次7回目出たのはこちらです。またここに行ってウサギがやってきました。ウサギ3個目です。そして8回目出たのはこちらです。はい、青いカプセル、ね、ようやくこれで狙わずともコンプリートとなりました。はい、出てきたのは、はい、8割れです。やりたいことリストでクリアした項目にぷっくりシールを貼ろうとしている8割れです。テーブルにしているのはシュワリンゴというジュースの箱です。はい、今回はね、ちいかわ一緒に頑張ろうダンボールウォッチ2、ちいかわと8割狙いでこれが出たらやめようと思ってたんですけども、思いのほか手こずりまして、全部で8回回してようやく全てを狙わずともコンプリートしてしまったという形になりました。こうやって置いておくだけでも可愛いですし、しかも時間もわかるっていうとっても優れものなアイテムになってます。とってもね、可愛くて使えるガチャなんで、見つけたらぜひ回してみてください。